みなさん、こんにちは。しおりみちゃんのやしほです。はい、ということで、今回ですね、今回は何でしょうか。はい、今回はですね、4連休なんですけど、はいはい。世間は。はい。はい。で、我が家はですね、土曜日が学校なんです。そうなんですよね。なので、正式には3連休なんですけど、はい。まあ、せっかく4連休なので、はい、ちょっとだけね、どっか行きたいなと思って、と言っても、旅行とかは、ちょっと白衣もいるし、うん、まあ、今回はやめとこうっていうことになったんですけど、近場のね、千葉県内の、温泉がいっぱいあるところに行こうかなと。で、そこ泊まりもできるということで、いっぱい温泉に夕方ぐらいから入って、ご飯を食べて、そこに泊まって、で、翌日もそこでご飯を食べて、まあ、帰ってくると。それだったら白衣もね、大丈夫ということで。はい。はい。ということで、まあ、旅行というわけではないんですけど、でも旅行じゃん。まあ、一泊はしますということで、はい、本当短い旅行なんですけど、はい、一応ね、荷物、まあ、泊まるということで荷物が発生するので、一応パッキングしました、はい、という動画です。はい、ということで、今からパッキングしていきたいと思います。はい、というか、申し訳ないけど。中に入ってるんですけど、説明するために一回全部出したいと思います。はい。でね、今気づいたんだけどね、うん、ホテルじゃん、うん。ダンスできないね。ドキドキ言っちゃう。まあ、ダンスって痩せるダンス？そりゃ、しょうがないよ。1日ぐらいしょうがないよ、その日。マジか。なんで毎日やんないとやらんの？じゃあ、どうしてそしてやんないストレッチもあるから、YouTube で。あ、ジャンプしながら。ジャンプ寝ながらとか、うん、ママよくやるけど、寝ながらストレッチもいっぱいあるので、ズボラストレッチっていうやつ。いいよ、寝ながら。聞くよ。進撃つらい。え？進撃つらい。ああ、踊ってるやつね。まあいいや、とりあえずちょっと、一回全部出したいと思います。出しましょう。はい、ということでね、中身カラーにしたので、早速入れていきたいと思います。こっちが、シホで、こっちがリミなんですけど、ちょっとこっちにね、水着も入ってるの、私の。はい。大体シホリミです。はい。あ、そう、今回温泉で、なんか水着、そうなんだ、温水プールみたいな。温泉の。温泉のなんか水着で入るところがあるところ。そう、プールみたいなところにカフェがあるんですよ。ああ。ドクターフィッシュカフェみたいな。それ水着なのかな？それ水着でしょ。そっか。よくね、ごめんなさい。まだ分かってないんですけど、とりあえず水着がいるということで、でもね、今年水着一回も着てなくて。そう、着てなくて。今出してみたら、ちょっとね、小さいかもしれないんですけど、もうこれはまだ知らない。そうだよね。今年なんて海にも入ってないし、学校のプールもないし、みたいな。だから水着ももちろん買ってもないし、ね、初めて今年。あ、でも1月、今年入って1月の末にひまちゃんと、旅行に行った時に来た以来、水着しまってたんで、もう、ね。多分あれから私2キロ減ってる。自慢しないでください。どの時、2キロ太ってる。やば。もうとりあえず縦にも伸びてるし、うん、縦にも伸びてるから大丈夫。2センチは縦に伸びてるから、まあ、でもちょっとの間だからね、なんとか頑張ってきてもらいます、うん、なんとかね、はい、はい、ということで、まずね、これ2日目の洋服です。泊まって、はい、うん、次の日の朝の、はいはいはい、洋服です。リミとお揃いなんですよ。上だけ色違いだね。色違いなんですけど、で、これがパジャマです。パジャマ類。はい。靴下入れるの忘れた。やば、裸足で、裸足になっちゃう。よし。でね、この辺はちょっとね、うん、詳しく紹介できないんですけど、ここからもうめちゃくちゃ詳しくできます。こちら。保湿のね、保湿類ですよね。なんかこれめちゃめちゃ汚いんですけど、はい。なんかうまくできなかった。うまくやっても、こうやってこうやって動かすともうこうなるから、うん、まず化粧水が2個、うん、なぜか2個入ってます。同じ中身、中身同じ、うん、でハトムギの保湿ジェル、いつも使ってるやつ。
とバセリンと、バセリンとね、このニベアのリップ。あとちょっとニベアのリップ、いつも使ってるやつと、あとこれね、ニキビの薬、うん。ニキビでね、最近なんかできてきちゃって、今日もね、友達と遊んだ時に、友達もなんかみんなでなんか、なんか保湿してんのに出てくるみたいなこと言ってた。あ、みんなやっぱ出てくる。みんな出てくる。夏だね、みんなね。もう日頃になる。日頃なんです。ニキビはできます。そう、それでね、検索して一番評価が高かったの、選びました。ペア、アクネ、クリーム。うん、はい。あともうニベアです。ニベア。大好きや、ね。大好きなニベア。2個も持っていくの？え、違うからこれ違う。違うんだ。あと、フィンでしょ、うん、フィン。ごっついフィン。ごっついフィン。ごっついフィン。あとこれ、一紙のスティックなんか、アホ毛をこう。そうそう、こうやるやつ。です。はい。これを持ってきます。これはセリアで買ったポーチ。はい。この白いやつね。はい。こうやって、この感じで、こうやって、この感じでやって、こうやって、で、ここに、一緒に行って、火が足りそうなのか、で、ここに行って。OK でーす。こちらを、ここに、見えてない。ここに入れます。あ、こっち入れてます。こっちですね。こっちに入れます。はい。で、次に、こちらのポーチですね。どれですか？こちらのポーチですね。はい。こちらには、櫛と、このね、この前、キャンドゥで買った、この3つの袋が登場します。はい。キャンドゥで買ったやつなんですけど、これがまずリンス。で、この黒いのがシャンプーで、で、こっちが、メイク落とし。で、こっちが、髪のオイルですね。ボディーソープないじゃんと思うじゃないですか。足りなかったんですよ。うん、こっち洗顔。髪のオイルを入れると思わない。洗顔、髪のオイル、シャンプー、リンス。あ、違う、リンス、シャンプー。書いとかなくて覚えてられるの？覚えて、色で覚えられない。うん、なるほど。さすが。若いって素晴らしい。で、ボディーソープがね、本当はニベアのやつ持ってこうと思ったんですけど。足りなかった。じゃあなんか違う入れ物を取って入れていきましょうか。これに入れていこうかなと思って。パパ。まあ、まあ、これもキャンドゥで買いました。まあ、いつもね、イヤホンとか入れたりなんですけど、こちらにボディーソープをこう入れて、こうやって使おうと思います。なので、このタッパーが多分この中に入ると思います。で、こっちのね、ちっちゃい網網には、ゴムと、イヤリングと、あと髪のオイルが入ってるはず。髪のオイルまた入ってる？あ、髪のオイルも入ってないかな。入ってたんです。髪のオイル？このね、こちら。こっちの。あー、それ。乾かす前に塗るやつ。うん、それと、このね、このケースに入った黒ゴムと、まあ、いつも腕に2本は捨てるんだけど。いらないじゃん、じゃあ。いるんですよ、いるんですよ。で、これが、黒の、乾かす、髪乾かす前に塗るオイル。で、こう、あと、これ二日目にするね、イヤリングです。このイヤリング好きなんです。可愛くない？可愛い。このイヤリングはなんかずっとしてられる。気に入ってます。で、これを、ちょっとね、櫛が大きくて、はみ出してるんですけど。はみ出してるけど。これを、はい、この、ここね。ここのね、はい、上に置いてもらって。で、次にまたまたポーチなんですよ。またポーチ出てきましたね。半個目ですね。このポーチは、メイクですね。あメイク道具、本当に。こういうリップとか、アイシャドウがね、ずらーって入ってます。何個持ってくん？こんな感じ。うわ。でも本当にみんな分かるでしょ、みんな。分かる。もういつも使ってる。いつも使ってるやつですよね。うん。こう、もういつも使っているやつじゃないと、なんか使えないみたいな。あ、これがいいみたいな。なるほど。これを持ってきまーす。はーい。ほんといいと思うけどね。ほんと変わんないよね。でも、まあ、それで持って。変わんないぞ、じゃあ。うん、そうだよ。一応まだ勝負だ。ちょっと軽くね。軽くねんですよ。え、これを、ここに置きます。はい。で、
あとね、この洗顔とかするときに使うの、うん、プーさん。あ、プーさん。これ悩んだんですよ、箱の中にね、うん、白となんかこういうやつもある、こういうリボンのやつもあれば、うん、いっぱいあるんですよ。とカービィ、誕生日にうーさんからもらったカービィのね、こういうやつもあったんですけど、うん、今回プーさんにします。前回カービィにしたので今回プーさんにします。で、これをここのね、うん、隙間にね、こう入れます。で、その後にこの大きい口ですよ。あ、それもね、これもね、これもここにこう入れます。めっちゃ髪の毛ついてるね。汚っ汚っまあ使えれば、うん、あとこのリーのカバンを上にトーンと乗せて完成です。このリーのカバンは2日目に使います。で、これをこうした後に、うん、これを、あ、入った、 OK です。で、ここにはね、うん、ちょっとまだ入ってたんですけど、ティッシュとハンカチ入れてます。おお、はい、これを2日目に使おうと思って、はい、さっき入れました。で、次こっちです。こっち側、はい、こっち側はもうほんとリミなんですけど、まずリミの洋服、リミはもうここに全部入ってる。パジャマも下着も上着というか翌日の服、はい、これ青いやつ、青いシャツ、しほちゃんはグレーっぽいシャツ、同じなんですけど、色違い。はい。で、四方の水着と、こちらビニール袋に入ってますね。はい。こういうの見ると、本当にスイミングだなってた時思い出すの。スイミング嫌だったもんな、ね。でも楽しかったよ。でもね、私なんかね、うん、私なんかその時からかわかんないけどね、うん、ちょっとね、周りと体型が違うなって。で、これリミの水着です。はい、はい、終わりですかね、これ終わりでーす。バスタオル入れてなかったね。バスタオル入れてないし、あとアイロン入れてないじゃん。アイロンも入れてない。あとね、ボディーソープ。アイロンは下、学校行く前とか使うのかな。使う、前髪で使う。じゃあアイロンはまた学校行って帰ってきてから入れて、はい、ボディーソープはもうバーンですよ。そうだね、ボディーソープはそれに入れてパンって入れて、あとバスタオル、バスタオルも入れましょうか。そこに挟むような感じで入れましょう。はい、はい、こんな感じですかね。こんな感じですよ。初日に着ていく洋服も一応披露しておきますか。ここにちゃんと出してあったので、はい、初日に着ていく洋服はこの上に、このあ、このイングの T シャツに、はい、このイングのスカートをこうインして、はい、このインしたところに、このね、茶色のベルトでこう、締める感じ。で、このベルトは、島村で、デニムとセットになってます。イングイング島なんです。イングイング島なんですね。はい、カバンはカバンはビゴーですね。ビゴーだよね。ビゴー、ビゴー。カバンはビゴーです。はい、まあ。カバンはビゴーでしか買わないかと。で、リミちゃんは同じ。あの、イングの T シャツと、はい。あと、まあ、スカート。スカートじゃない。あ、ズボンなんです。ズボン。長い、いつも履いてるような、長いズボンの黒バージョン。ね、リミベルト嫌がるし、そう、リミはベルト嫌がるから。スカート、短いスカート嫌がるんですよ。そう、だからいつもね、こんな感じの。リミちゃんはこんな感じで。はい。なるほど。あと、靴下入れなきゃね。そうだね、そうだ。何気に忘れ物しないようにしないと。ね。でちょっと寒かったら、ちょっとこういう今時なんですけどね。あー、かわいいね。これ前買ったやつ、セールで。でもそれリミしかないでしょ。だってしほちゃんいらないって言うから。リミちゃんしかいらない。だからいらないの、私。私なんか暑がりなんですよ。そうだね。リミ寒がりじゃない？寒がり。リミ、そう、リミ寒がりなんですよ。みんな暑いって言ってんの、リミ一人で寒って言うからね。そうなんですよ。はい、こんな感じですね。だから私は暑がりで、リミが寒がりで、ほんと真逆なんです、うちは。でね、いつもね、リミにね、うん、私の部屋、寒っ、しーちゃんの部屋寒っって言われるんだけど、え、暑くなっていう。はい、ということでね、今回はパッキング動画でした。はい、ちょっとね、忘れてるものもいっぱいあったので、ちょっと心配ですけど、からちゃんと忘れないで入れましょう。はい、はい、ということで、それではバイバーイ。温泉
ンとか出ますか？多分出ます。お楽しみに。水着姿やだー、ファッション やだー